同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われると、いずこより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも、世が乱れるたびに人々は伝承を語り、救いを願う。そのたびに同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし平和が訪れると、同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めた。まだ同志は姿を見せなかった。やっぱり聖剣を掲げる英雄、同志の壁画だ。ようやく見つけた。スレイ、僕は外れだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。なんだかまずいぞ。ミクリオ、あれって…遺跡探検はここまでだ、スレイ。スレイ、こっちだ、早く。間一髪。頼むよ、早く上げてくれ。ソリュー放て、ツインフロー。スレイ、とっさの判断だったけど、うまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは、地下にも遺跡があったなんて。落ちたのに感謝だな。まったく、
それより戻る方法を見つけないと。あ、うん。ああ、高っ。さっきも相当だったけど。石板あったし気にしてらんないだろ。ああ、そうですか。誰か倒れている。あのさ、見くるよ。あれ、人間だ。まさか。待て。人間には関わらない方がいい。ほっとけない。まだ生きてんだから。わかった。僕も手伝う。とにかく、もっとあたりを調べよう。うん。どうかした？し。上だ！こんなでかい雲初めて見た。ぼーっとしないで、素材構えて。瞬撃、これでどうだ。集中攻撃よろしく。あ、軽い。そういう花でチャンスインフロー。ケチラ瞬撃、これでどうだ。かけろ。じゃあこいつを食らえぞ。こいつまさか氷魔。氷魔本当か。見るのは初めてだけどね。なんで氷魔なんて化け物がこんなところに。逃げる気だ。忘れてないよね、じいじの言葉。ああ。氷魔？そうじゃ、氷魔じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る浄化の力のみ。二人とも氷魔に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに氷魔を退治することはできないのじゃ。よいな。浄化の力がないと氷魔は倒せない。今は追い払えただけで満足しないと。ならなおさらだな。ん？急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。どうだい？やっぱ無理だ。あぶねえ。驚かせるなよ。悪い悪い。やはりこちらからはいけないか。構造上つながってるはずだ。ま、戻って調べてみよう。あれってどうしたの？うん、あれ、もっとよく見てみる？時間が惜しいんだ。回りくどいのはなしにしてくれ。よっ、本、説明しよう。これは、やっぱりいい。下に行けばわかる。まったく、負けず嫌いだな。なるほど、そういうことか。まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。
ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ、今日は妙に冴えてるね。うんふんふん、今日はね。ちぇ、やっぱり考え直そう。スレイ、あの、大丈夫？あれ、はあ、私は確か森で、これの意味でただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。そっか。名前。そう。俺はスレイ。スレイ。うん。よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。いいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体、名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は、私の名を尋ねないのか。事情があるんだろ？でも悪い奴には見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。うん。何か？うん、なんでもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。